はいよ。東京特許許可局局長さん、カープさん、石毛真さん、ありがとうございます。おはようございます。よしげさん、しゅんさん、ありがとうございます。おはよう。スピンです。レンさん、ありがとうございます。今日で折り返し地点です。タイガーさん、ありがとうございます。おはよう。おはよう。今日舞台見に行きます。お、頑張ります。1番センター、みつきさん、ダダダダムドさん、みたに1、2000人さん、ビルマさん、ありがとうございます。そう、初日以外昼夜2公演なんですけど、初日もあのゲネプロって言ってがゲネプロっていうものがあったので、ほぼ2回ほぼっていうか2回やったんですよ。受験ずっと2回やった。ゲームプロってリハーサル、リハーサル。マサさん、ありがとうございます。リハーサルだけど、雪風さん、なおさん、ありがとうございます。そう、関係者さんに見せたりするの。マチネとソワレね、言うらしい。サイさん、雪風さん、ありがとうございます。マチネとソワレ、山形県酒田市の住民さん、ありがとうございます。サイさん、伝説のヒネポンさん、バンジラモンスターさん、ありがとうございます。もう折り返し地点よ。今日の夜公演がちょうど真ん中、9回あるから早いね。昨日の公演感動した。ほんと嬉しい。修二さん、ありがとうございます。嬉しい。はよ。舞台って一度経験するとやめられなくなるみたい。そうなの？でも楽しい。うん、暑いね。ひなぎこめちと、うそ、女の子3人物販に T シャツを売っててよかった。早速白を購入しました。お、陽介さん、夏みかんさん、ありがとうございます。またすぐにお話が来るんじゃない？
来たらいいけど。おはよう。ルートさん優しかった、うん、ルートさんイケメンですよ。アフターイベント共演者のみんなが仲いいのが出そう。もう目が治らないんですよね。ずっとなんか乾燥してる感じというか、公園の合間はコンタクト外してるの？外してないですよ。外してない。目薬でも結構さしてますよ。ジローさんありがとうございます。はいよ、なんか肩が痛い。あのピンクの髪がね、結構重いけんかもしれない。なんかね、パンフレットとかのね、写真撮影の時はあのコンタクトね、なんか本当に合わなくて。世界がピンクに見えるって感じだったんですけど、今回大丈夫。翔太さんありがとうございます。物は変わってないのにね。大地さん、浅井さんありがとうございます。なんでだろうね。何が？ゆきかぜさん、大地さん、あもずさんありがとうございます。喉乾いちゃった。はよ。ブラウンヘアさん、三谷気にせんにいさんありがとうございます。目の疲れも肩こりになる。そうなんですか。なんかあんまりからかん、わかんないらしいですね。舞台で見たらなんか言ってた。ちょっとピンクかなみたいな感じですか。
言われてみれば。メガネはね、つけてないですよ。席の近さによる、まあそうじゃけど。前の方の席だと余裕でわかる。そっか。すごいね。スモークとかでもね、やられるんですよ。あ、今カピカピだみたいな。刀を振りました。ライトの当たり具合でピンクだ。ものすごい汗でした。まあね、暑いですからね、めっちゃめっちゃめっちゃ。舞台だとオペラグラスとか支給されるのかな。でもこれで見てる方いた、昨日会場に冷房ないのですか。え、めっちゃついてるっぽいです。今日見に行っていい？待ってます。めっちゃついてるっぽいですよ、冷房は多分。ミスケンマシンさん、ありがとうございます。寒いんだ。席は結構ちょうどいいから、舞台上めっちゃ暑そう。確かに。注目してほしいポイント、ムード勝ちと。自分はちょくちょく出てくるからね。バク転バク宙したいよね。わかります、私も見ててしたいなって思う。全然できんけど。それでは壇上を読んでいきたいと思います。いきます。
13位イシケンマシンさん、12位おかかごはんさん、11位りょうすけさん、10位ライザンさん、9位アモズさん、あれ13位りょうすけさん、12位大地さん、11位ソウさん、10位イシケンマシンさん、9位フサイさん、8位アモズさん、7位ライザンさん、6位ドーグラスさん、5位カヒポンさん、4位伝説のヒデポンさん、3位ダダダダムドさん、2位三谷キニセミンさん、そして1位はルル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 じゃん、東京特許許可局局長さん、ありがとうございます。そしてキャノラキナンバー22位はルル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 ラケボさん、ラキーボーシゲポーさん、ありがとうございます。じゃあもうアクロバットも練習しようかな。頑張っていきたいと思います。今日も入った、頑張るよ。ビリーマンさん、ありがとうございます。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトルブ、せーの、エイリーエイリーおー、ありがとうございます。それではまたねー。